あっしはフォート、あざなは資源。諸葛亮とは同門さ。諸葛亮を我流、あっしのことを王すなんて呼ぶ人もいるよ。ちゃいと褒めすぎだがね。あっしはこのちょいとだけ利口な頭を代わり、劉備殿に仕えることになったんだ。偉人はあの曹操を向こうに回した大回戦さ。いや、いきなり大勝負とは緊張するね。けど、あっしの仕掛けが決まれば勝ちは固いからね。一つ言ってくるとしようか。我々は孫権軍と連合し、この赤壁で曹操を打ち果たします。こたびの戦、明日の天下の行方を占うものとなるでしょう。我らの未来のため、曹操の大船団はこの大河に沈めなければなりません。各所、己の策を確実に実行して勝利に貢献してください。報道、あなたも清めて策を実行してください。あなたの策で曹操軍の動きを封じれば勝利は固くないでしょう。任せましたよ。戦、火をもって敵に臨む。みんな、忠義の指示に従い、勝利を収めるのだ。敵軍の攻勢が止むまで持ちこたえよ。今度は負けねえからな。敵将を打ち取ったよ。今度は負けねえからな。打ち取ったよ。強いの。橋を落としてみないかい。中央の進路を閉ざせばこっちのもんさ。負けねえからな。敵将を打ち取ったよ。何？進路を塞がれただと。新しい龍騎戦の進路を確保せよ。我ながらうまく騙せたよ。
けどこの戦ここからが難儀だね。やった。どうだい、策はなったよ。終了殿、船の動きを封じれば火系の効果は倍増。この進路の閉鎖と見事だな。やった。これはなるまい。敵将を撃ち取ったよ。郊外中央の敵船を占拠せよ。今度は負けねえからな。敵将を撃ち取ったよ。その武力、我が策に欠かせません。我が軍の力、見せつける。敵の攻撃に備え、守りを固める。よし、これより火系戦の準備に入る。時には引くのも戦略です。敵将を撃ち取ったよ。今度は負けねえからな。敵将を撃ち取ったよ。敵をちょっくら脅かしてやっか。お前の力頼もしく思うぞ。敵将を撃ち取ったよ。邪魔だといたすと容赦せぬ。生きて汚名を注がん。敵将を撃ち取ったよ。一人か、いい度胸だ。
力、心強いぞ。今度は負けねえからな。敵将を打ち取ったよ。一人か、いい度胸だ。今度は負けねえからな。敵将を打ち取ったよ。よし、敵戦に向けて出発だわい。それもよかった。私も敵将を打ち取ったよ。吹きましたね。さあ、時は満ちました。この風に策を乗せ、敵陣へと運びましょう。力、頼もしく思うぞ。地に跳ね返るとただでは済まんぞ。時には引くのが戦略です。敵将を打ち取ったよ。敵将を打ち取ったよ。曹操軍の船が大河を赤く染める。天下の誰がこの結末を予想しただろうか。我らのこの勝利、後世まで語り継がれよう。これで曹操の力は削ぎ落とされた。この機を逃す手はない。奴が再び力を蓄える前にその波動を断ち切ってしまうのだ。
新しい子。この護衛